はい、まずは、連敗脱出できて、本当に良、かったと思いますし、もちろんホッとしている部分もありますし、デイビッドが先週来てくれて、1週間、一緒に入れた状態からの、外国籍も久しぶりに3人で、ある程度フレッシュな状態で3人で戦えるという中で、新たな状況で、今日勝ててまた ここから、だと思っていて、ここからまた、チームが良くなっていければと思っていますけど今日、いいプレーした選手何人もいますし、成長を見れた、細かい部分は、いくつもあるのと同時に、我々の、ディフェンスでの課題であったりというのは、まだまだ深刻なものだと思っているので、一瞬もリラックスせず40分、意識高く、もっとやれるようにしないといけないので、今日も何度か、フラストレーションがたまった時間帯に、ずるずる行ったりとか、前半の終わりですとか、終わり方もそうですし、我々は自分たちのいる場所を理解して、本当に危機感を持って、毎日成長、一つ一つのディテール、にフォーカス、40分それをやるということに、フォーカスしていきたいので、それが明日、今日よりもできるように、頑張っていきたいと思います。以上です。ありがとうございます。それではご質問ございましたら挙手にお願いいたします。バスケットボールニュースという方の山田です。おめでとうございます。今日も本当にアップの時から選手全員の雰囲気が良かったなというふうに、そうですか。アップは見てなかったんですけど、感じて、その中でこう1週間どんな準備をしてきたか、まずそこを教えてください。はい、富山さんに対する、いつも通りの準備と、やっぱり、先ほども話したんですけど、我々のディフェンスの課題っていうのはすごく、たくさんある中で、そして同じことを繰り返し何度も、チームで話さなきゃいけない状況が続いているんですけど、もうそれをやるしかないので、少しでも良くなっていければ、一つでも多く覚えて習慣にしてっていうことが、できればいいので、とにかく言い続けて、ビデオミーティングでも言い続けて、試合だけじゃなく練習の映像ももう反省点言い続けて、少しでも良くなるように、そうですね、雰囲気良かったっていうのは、いつもその負けが続いている時も、人間性はみんな本当にいいので、なんか雰囲気が悪かったことは特にないとは思ってるんですけど、今日特にそう感じたんでしたら何でしょう、わからないです。今日いろんな、ヒーローが生まれた中でデイビッド・サイモン選手を聞きたいんですけども、どういう理由でサイモン選手を連れてきたのか、またそれで1週間やってみてどう評価されるかという部分を教えてください。はい、本当は先週デイビッドの話したいなと思ってたんですよ。先週勝って彼のおかげでとか、彼に対する感謝の話をしたかったんですけど、ちょっと先週それはできなくて、本当にオファーした日に飛行機に乗ってくれたという、もう聞いたことのないような、お子さんもいるのにオファーした日に飛行機に乗ってくれた、そして先週ももちろんほぼ練習してない状態でチームを助けようとやってくれて、そしてウォークスルーでもビデオミーティングでも練習でも彼の目を見てると、本当に集中していろいろ吸収しようとしている、すぐにでもいろいろ覚えてチームを助けようっていう気持ちが見える、これはもう本当に彼に感謝ですし、本当に素晴らしい人だなって初めて一緒に働いて思っていますし、彼をそう急遽、来て OK を出したというか、家族
の方々にも、あのデイビッドの奥さん、特にあの感謝したいと思いますけど、今日出だしから、まあ、インサイド攻められた時にリングを守って1対1で、今までそれがやっぱりできてきたのがウェインだけなので、そういうゴール下での強さ、リングを守れるっていう強さを見せてくれましたし、スイッチ、今までもそのスイッチしてくるディフェンス相手にそれを懲らしめるっていうことが、あまりできていなかった中で、彼がいたら違っただろうなとか思わせるようなスイッチ相手にしっかりと力強く、点を 取っていってくれたり、そうですね、パフォーマンスも良かったんですけど、まあ、コンディションはまだまだこれから、まあ、41歳って考えたら逆にすごいなとは思うんですけど、もっともっとゲームシェイプになっていければと思う部分当然ありますけど、何よりも嬉しい、ありがたいのは、彼の姿勢、メンタリティ、人として、プロフェッショナルとしての部分です。最後に、まあ、こう勝ってる中でやっぱ最後は相手にスリーポイント決められたりっていう、まあ、そう最後までやることをやるっていう部分ではまだまだこれからだとは感じたんですけども、はい、そういう部分はマイケルヘッドコーチからどういうように見えてましたか？いや、もうその通りで、先ほども言ったんですけど、我々のディフェンスの問題は本当に深刻だと思っています。ファンダメンタル、いい習慣をつける、このプロセスが非常に時間かかっていると感じています。ルールを覚えること、チームディフェンスを覚えること、これも時間がとてもかかっています。なので、まあ一からのチームではありますし、今の怪我人がいることによって、実際ここ数試合コートに立っている人間って継続性がほぼない状況でコートに立っているメンバーが多いと思うんですけど、あるいはルーキーだったり B リーグ初めてだったり、そういうのを全て分かってはいるんですけど、もっともっと早いスピードで成長しなきゃいけないと思っています。その中でちょっと点差が開いたりしてリラックスしてしまうとか、そういうことがないように、そして何よりも成長を続けるためには、今のその我々の状況を自分たちで理解して、一瞬も意識を低めたらいけないという危機感を持たないといけないです。それは試合中、ああいう最後のところでもそうですし、毎日の練習でもそうですし、そういう状況なので危機感を持って成長しないといけないです。ありがとうございます。はい、I think we did a good job of fighting. Obviously, I think in that fourth quarter, the beginning of the fourth quarter, we had a mental lapse of just not continuously to focus to finish the game, and they kind of made a run and really cut the lead down. So it's going to be important that we be able just to finish games and play a full 40 minutes from beginning to end, and I think that'll be very important for tomorrow's game. 今日の試合に関しては、チーム全体でとても、まあ、いいファイトができたと思います。まあ、でもその中でもやっぱり4クォーターのところで、まあ、メンタル的なミスで富山さん相手に、まあ、長いランをされてしまって、やっぱりコーチにも言われているように、まあ、最初から最後までしっかり40分間自分たちの試合をして、いい終わり方をしなきゃいけないっていうのを、まあ、実感したので、まあ、明日の試合も、まあ、同じようなタフな試合になると思うんで、まあ、そこでしっかりとメンタルミスとかそういうのがないように準備していきたいなと思います。ありがとうございます。それではご質問ございましたら挙手にお願いします。通報案の野川です。勝利おめでとうございます。お願いします。 Thank you. Thank you.今言ったメンタル的なミスっていう部分でちょっと細かくなるかもしれないですが、それは選手のリード開いたからリラックスしてしまったのか。 Is it because we had the lead and he just relaxed? I think that might be it. I think we felt comfortable and we just kind of had a lack of focus when it came to defense, and then I think it actually started on the offense. We weren't executing and then that led to bad defenseSo I think that's where I was referring to, like the mental lapse where, okay, you have a lead. It's very important not to relax and try to extend that lead in those moments and not let teams come back into the game. So I think in that fourth quarter, we just stopped executing on the offense, which led to bad defense and allowed them to come back into the game. そうです。そのメンタル的な
ミスっていうのは、まあ、やっぱり結構な大差でリードしてた時に、まあ、ちょっとした油断リラックスをしてしまって、まあ、ディフェンスどうのこうのっていうよりかは、まあ、その最初はオフェンスのところでその遂行力がどん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 悪くなって、そこから悪いオフェンスから悪いディフェンスっていう形で、まあ、両方の面でそういうの遂行ができなくなって、せっかくのリードがどん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 縮まったっていうのがあったので、やっぱり、まあ、そういうリードがある時っていうのは、まあ、相手に、まあ、気持ちよくプレーをさせない、まあ、いいランをさせないっていう、まあ、そういうその危機感と意識をしなきゃいけないので、それを、まあ、次の試合でやりたいなと思います。まあ、その中でも、ともあのアリウープだったり連携がとてもあの構築されてきたかなというふうに感じるんですが、そのあたりはどのように感じてますか？Yeah, I think we had some really good moments today, where we played well together, we shared the ball, and played like we had a 25 assist. Is that right? Yeah, 25 assist, which is, I think that might be one of our highest numbers this season. So I think when we have our assist up, we're sharing the ball with each other. That makes it for like really good basketball, you know, really good team basketball. So we definitely had our good moments, and I think we've had so many negative moments and losses that we need to think about the positive and the fact that we got a win today, which is a really good feeling. そうですね。まあ、その今回の試合に関しては、まあ、いい場面がすごく多かったっていうのもありますし、まあ、その中もやっぱボールをシェアできたっていうので、まあ、この今日の試合多分チームで一番多いかもしれないですけど、25アシストあったので、やっぱりそういうふうにいいバスケをしているっていうことは、まあ、ボールを回っているっていうので、まあ、そういう悪い場面もいっぱいあったんですけど、25アシストあったっていうので、まあ、いい場面もすごくあったと思いますし、で今までやっぱり連敗中で、まあ、ネガティブなことを考える状況がすごく多かったんですけど、でやっぱりこういう本当に大事な1試合の勝利っていうので、まあ、ネガティブなことだけじゃなくてポジティブなことも考えられたっていうのもあって、まあ、いい形になったと思いますし、明日にもつなげていきたいなと思います。最後の質問なんですけど、こう結構連敗が続いてた中で、結構ネガティブな気持ちっていうのは、まあ、自分からはあんま分かんないですけど、どういうとこに影響されていくんですか？How did that losing streak affect the team? One thing that I was happy to see is that we continue to keep working hard in practice. Like even when it was a bad moment, I feel like guys were still trying to get better every day. In video sessions, like really paying attention to what coach was trying to tell us, and not having like a negative or bad attitude. I think everybody still was positive, which really helps in a bad time. So I think having a good positive attitude, guys like Taichi, he has such a great spirit on our team, and it's very important, guys like him who have great attitude, who come with a smile every day and is very positive. So I think it's really important that we just continue just to stay positive in the bad moments. そうですね。まあ、連敗中の時にもやっぱりいろんなネガティブなことっていう話はしたんですけど、まあ、その中でも誰もがその諦めなかったっていうのが、まあ、このチームの良さだと思います。でどんな状況でも全員が日々成長しようと思って、練習の中でも、まあ、ミーティングでも練習の中でもしっかりとコミュニケーションを取ったりとかして、まあ、ネガティブっていう言葉を何回か使ったんですけど、そういうネガティブな態度とかそういうのは一切なく、でその中でやっぱり一番は児玉大志選手、まあ、いつでもどこでも、まあ、笑顔で、まあ、いいコミュニケーションを取ってくれたりとか、本当にチームの中でもすごく大事で必要な選手なので、彼の、まあ、ポジティブ思考があったからこそ、多分全員もそういうふうにポジティブな考え方で、まあ、今日の試合に挑めたと思います。ありがとうございます。 How do you feel about the game today? Yeah, it was a good game. Obviously when we win, it's always what we want to do. Happy that we were able to play better and get the victory. 今日の試合は本当に、まあ、いい試合だったと思います。勝つっていうことは、まあ、とても大事ですし、まあ、自分たちがやりたいことなので当たり前ですけど、本当に個人的にも、まあ、前回よりもいいパフォーマンスができたっていうので、まあ、非常に嬉しいです。ありがとうございます。それではご質問ございますか、お聞きしますか。バスケットボールニュース通販の村です。はじめまして。まあ、こう1週間前に来たばっかりで、まずはこう自身のコンディションって今何パーセントなのかっていう部分を含めて、今日の活躍はどのように評価されますか？Yeah, you know, I'm still getting into the flow.
I don't know, I'd probably say I'm about 80% right now, if I had to put a number on it. But, you know, I definitely felt better this weekend as opposed to the games last weekend. And, you know, so I was happy that I was able to do a little more today than I was before. そうですね、まあ1週間いて、まあ、ちょっとずつそのチームの流れにも慣れてきて、で今の自分の、まあ、コンディションを言うとしたら、まあ、80% ぐらいだとは思います。で今回の試合は前回の試合よりも、まあ、気持ちよく、まあ、プレーできたし、まあ、今回のその結果パフォーマンスに関しては、まあ、嬉しいです。先ほどマイケルヘッドコーチの会見で、本当にオファーしたその日に飛行機に乗ってきたっていうことを聞いたんですけど、なぜそんな早く動けたっていうその気持ち、どういう思いがあってきたのかっていうのを教えてください。 What were you feeling? How were you feeling when you decided to come here on that day? You know, it was kind of crazy because everything happened so fast, but you know, I was happy to come here. I had obviously played against Shinsu before, and I had spoke toCoach Mike before, after games and things like that. So I knew a little bit about him. So I thought it was a good opportunity. So I was happy to come. そうですね。本当にすぐに連絡が来て、まあ、早い段階で、まあ、決断したんですけど、本当にまずびっくりしたっていうのはあるんですけど、まあ、でもこういうオファーがあったからこそ、まあ、早く、まあ、来たかったので、まあ、そういう判断をしたんですけど、でも本当にここに来れて嬉しいです。で前回まあ、ここに来た時には対戦相手として信州には来たんですけど、まあ、その時からマイケルヘッドコーチともまあ何回かお話をさせていただいて、でまあ今回こういうまあチャンスをもらえたので、まあ、本当に非常に嬉しいっていう気持ちでいっぱいです。最後ちょっと細かいところな、その会話の内容で聞きたいんですけど、どうやってマイケルヘッドコーチがオファーを受けたんですか。なんて言われて、You know, he just said that he thought I would be able to help the team、explain a little bit to me about how they play and, you know, how he likes the coach. And that was basically about it. You know, we talked a little bit about some of his thoughts and things like that. But for the most part, it was just his strategies and how he thought I could fit in with the team.マイケルヘッドコーチと話した時には、まあ、その自分が一番チームの助けになれる、まあ、存在だと思うっていう話をしてもらって、でそのチームがどういうふうにプレーをするか、でマイケルヘッドコーチ自身がまあどういうふうにコーチをするかとか、そういう考え方とか、どういうふうにこれからやっていきたいかとかっていう話をしてもらって、で本当に、まあ、今から来たとしても絶対フィットしてくれるっていう話をしてもらって、まあ、こういう決断になりました。ありがとうございます。 Thank you。本日の試合の総括をお願いいたします。はい、まあ、さっきも会場で言ったんですけど、まあ、連敗続く中で、チーム全体としても本当にもがきながら、まあ、ずっと自分の葛藤もありながらもなんとか、ずっとずっとこう練習を積み重ねてきたんですけど、なんとか今日勝ててよかったですし、これを機に少しでも、まあ、流れといいますか、そういうのが少しでも、いい方向に向いてくれればいいかなと思います。であとやっぱちょっとゲームのクロージングでやっぱなかなかうまくいかない部分もありましたし、まあ、ヘソン選手に結構打たせたくないところで打たせてしまって、それを決められてなかなか、気持ちのいい終わり方ではなかったので、それはやっぱ強豪相手にああいうことをやってしまうと多分一瞬で逆転されてしまうと思うので、そこは、まあ、反省は残ると思うんですけど、まあ、しっかり修正して明日の試合に臨みたいです。はい、ありがとうございます。それではご質問をお願いします。トゥーフォーワンの方です。勝利おめでとうございます。アップの時から集中力すごく高く感じてて、まあ、今日の試合ってどのような位置づけだったり危機感を持って臨んだか、まずそこを教えてください。はい、まあ、やっぱり、ここ数試合、自分たちの、まあ、やりたいことがなかなかコートに出せなくて、本当になんか全員が全員こうフラストレーションをためながら、試合を重ねていたので、まずはしっかり、今週の練習でもう一回こう
自分たちがどういうことをやるべきかっていうのをまず整理して、まあそういうのもありましたし、やっぱホームでこれ以上連敗するわけにもいかないっていうあの気持ちもやっぱあのチーム全体ではあったので、まあその結果が今日みたいな結果につながったと思うので、やっぱそれはあの毎試合それは同じ集中力でやらなきゃいけないと思うので、あのそこをしっかりチーム全体でもう一度あの明日もいい状態で迎えられるようにしたいです。はい、今日の試合すごいヒーローがたくさん生まれた中で、やっぱりこう三井選手の最後の、まあ、今日あの隠し箇所を取ってましたが、はい、スリーポイントという部分がとてもチーム救ったなと思いました。でその時胸を叩いていたと思うんですけど、はい、まあ、その時の率直な気持ちっていうのはいかがでしたか。まあ無意識ですねまあでもやっぱあのいいところで決めれてよかったと思いましたし、多分自分なりに多分集中していたっていうのもありましたし、まあなんか一種の感情の高ぶりかと思うんですけど、それで多分自然と出ちゃったんで、まあ、改めてあの思い返してみるとらしくないことしたなと思ってはいます。はい、最後はちょっと素朴な疑問になってしまうんですけど、はい、選手入場で今も一番最後に登場するじゃないですか、はい、なんかそこで新たな気持ちというか、なんか特別なんかありますか。早く上に帰ってきてと思いますねで最後に入場することはあまり慣れてないので、うん、で今日もあの運営にあの運営のちょっと不手際であのエスコートキッズが誰もいないっていうあのみんなあのエスコートキッズを引っ提げて入場する中、僕単体であの入場するというハプニングがありましたけど、あのまあそこはあの追ってあの担当としっかり話をしたいと思います、はい、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。